こんにちは、加藤咲です。今回はですね、エモンが戻ってくる原因についてブワーッと取り留めもなくね、ダーッとお話しさせていただきたいと思います。エモンが戻ってくる原因ってもうめちゃくちゃたくさんあるんですね。本当に数えきれないぐらいいっぱいあるので、なかなかね全部は紹介しきれないんですけれども、まあ、今回は本当にみんながやりがちな、まあ、メジャーなって言ったらあれですけれども、みんなこれやっちゃうなっていうところをね、中心にお話しさせていただきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。では早速一つ目からご紹介します。どうぞ。ではまず一つ目です。これ非常に多いんですけれども、まあ、まずこうエモンを抜きますよね。エモン抜いたら襟を合わせていくわけなんですけれども、襟を合わせるときに真横に向かって襟をぐーっと合わせてしまうんですね。今気づいた方もいるかもしれないんですけれども、めちゃくちゃエモンが戻っています。もう一回横から見てみますと、エモンしっかり抜きました。で、襟を合わせます。真横に向かって真横に向かって合わせてると、どんどんこのエモンが抜けているのが戻ってきてしまうんですね。なので、真横ではなくって抜いたこの起点、ここの起点から斜め上に上げていきます。こう肩から後ろが動かないようにね、意識をして斜め上に上げていくようにしてください。振り子みたいなイメージですね。この生地、ここから後ろが動かないように押さえながらやると分かりやすいです。体の真ん中から斜め上に上がっていくようなイメージですね。これ合わせていただくと、エモンがしっかり抜けた状態で襟を合わせることができます。続いてこれもとても多いんですけれども、しっかりエモンを抜いてこう合わせることができたんだけれども、紐を締める時ですね、はい、紐を、後ろに回す時に肩がね、こうやってめちゃくちゃ上がってしまう人います。結構います。はい、こうやってめちゃくちゃ上がってしまうと、エモンさっきまでしっかり抜けていたんだけれども、こうどんどん戻ってきてしまう。姿勢も悪くなるので戻ってきてしまうし、前がね浮くんですね。前がめちゃくちゃ浮いてきます。前が浮いてエモンがどんどん戻ってきてっていう人は、肩が結構上がっている可能性があります。はい、続いて3つ目ですね。ずっと下を向いているっていうことです。襟決めるときもずっと、もうこの時点からもうずっと下向いて、これね結構無意識でやってしまうので気をつけていただきたいです。襟を決めているときから紐を締めるときまでずっと下を向いた状態でやってしまうと、まあ、とにかく姿勢が悪くなります。この上半身のもたつきが増えていくんですね。なので下を向かない、なんなら上を向いて着付けをしてみてください。上を向くことで胸が開いて、こうしっかり胸を張ることができます。肩甲骨が寄ります。肩が下がります。この状態が一番いい状態なので、紐とかも何も見なくても結べるので、何も見ずに着てみていただけるといいかなと思います。はい、続いて初心者さんがほぼ 100% やってしまうエモンを戻してしまう行動なんですけれども、着物を羽織る時です。はい、着物を羽織る時にですね、エモンせっかく抜けているんだけれども、この着物の襟で襦袢の襟をガッと押してしまうんですね。ジャケットのようにガッと羽織ってしまうと、めちゃくちゃ襟が浮きます。この前の持ってる手をどんどん下に下げてしまうのが原因です。なので羽織る時には必ずそーっと羽織ってきて、この前の手はもう顎ぐらいで、掴んでください。そうすると後ろが下がるので着物の襟が襦袢の襟にぶつからないです。この状態で、襦袢をね、袖の中に通していただければと思います。はい、そしたらね、戻らないですね。はい、エモンを崩す原因まだまだいっぱいあります。裾を決める時ですね。こう両手で裾を決めるために分けて裾を持った時にですね、力のかけ方がこうかけてしまうとピーンと襟が張って抜いたエモンが戻ってきてしまいます。またですね、この前を持っている手が高すぎても引っ張りやすいです。持っているこの高さっていうのがとても重要になります。腰のね、一番くびれているところの高さで持ってあげると、まっすぐ前に引っ張ってあげれば基本的にはこの上半身の部分はたるんで持つことができますので、力のかけ方で
ですね。しっかりまっすぐ前にかけること、なんかこう上から下にかけないようにするっていうことと、あんまり上を持ちすぎないっていう、この2点裾決めるときには気をつけてください。はい、続いて、着物の襟を決める時ですね。この時も結構衣紋を戻しやすいです。着物のこう襟を決めてる時に戻しやすい人は特徴がありまして、基本的に力が強すぎです。何でもかんでも力が強いと、戻ってきてしまいます。まあいろんなね、襟の決め方あると思うんですけれども、まあ例えば、こう持ってなんかブーッと下の方に下げてしまうとか、私の手順だとこう撫で下ろすっていう作業があるんですけれども、撫で下ろす時にグーッとこう力を入れてしまうとかね、そういったことでも衣紋って戻りやすいです。着付けをする時に力ってそんなにいらないんですね。めちゃくちゃ力を込めなくたって着物は着れます。生地を無理やり動かしていくのではなくって、生地が自然と来るところにもう撫でてあげるようなイメージでね、特に襟元なんかはグッグッてこう引っ張って切るのではなくって、こう優しく着てあげてください。力は入れなくて大丈夫です。はい、いかがでしたでしょうか。皆さん何個当てはまっていましたか。複数当てはまっている人もいれば、1個だけ当てはまっていたっていう方もいらっしゃるかなと思います。かなり多いのがやはり下を向いているっていうことですかね、もう着付け全体を通してずーっと下見ちゃってるっていう人本当に多いです。だから、上見てね、着る練習ぜひしてみてください。私もですね、初心者の頃上を見てこう練習をして、こう襟がねピターッと決まるようになったっていう過去がありますので、まあ騙されたと思ってね、一回やってみてはいかがでしょうか。着物をスラッとスレンダーに着こなすスレンダー着付けの極意をお伝えする講義動画を無料でプレゼントしております。下の概要欄もしくはコメント欄から私と LINE でお友達になっていただいて、講義動画を受け取ってください。